はい、どうも皆さんこんにちは、ななゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2017年度の大阪市立大学の入試問題です。範囲は積分法の応用の数三ですね。最後に出てくる問題ですね。よくある典型問題に似てるんですけれども、教科書にある問題は円柱の、体積こう斜め45度で切った下の部分の体積を求めるというのが例題でよく載ってたりしますが、これはタンジェント α で切るということですね。底面と各 α をなす平面で切ってできる小さいほどの一体の体積を求めるということです。で、1番で体積で、2番で切り口の面積、それから3番で側面積 B を求めようというふうになってます。難易度は順番に応じて上がっていく感じですかね。それでは考えていきたいと思います。この手の問題は、軸をどこに設定するかとか考えなきゃいけないですね。まずこの MN というここの軸ですね、これ X 軸に取りましょう。こうですね。で、原点がここにありますので、そのまま取ります。で、点 P の座標をこれを X とします。で、その底面の円の状況が、この右の図ですね。つまりここが M になっていて、ここが N になっていて、半径1の円柱って言ってるので座標はマイナス1、1、まあ、1です。で、点 P の X 座標がここなので、 R のこの座標ですね、この長さは、1マイナスルート1マイナス X の2乗になりますよね。これは X の2乗足す Y の2乗イコール1というのを、この円の方程式を y について解いた形です。y について解くとプラスマイナスが出てくるけど、上側の半分の円なので、プラスの方だけ取るということですね。ということで高さが 1-x の2乗になります。ということでこの PR の長さですね、ここがルート 1-x の2乗になって、高さこの QR ですね、これはここの角がタンジェント α なので、ここの角がアルファなので、タンジェントアルファをかけたものになります。したがって、QR は、タンジェントアルファかけるルート 1-x の2乗になるってことですね。教科書だと、ここはタンジェント45度だから1なので、1-x の2乗のルートの2乗で、ルートがそのまま取れた形になるわけです。でも、それでも同じですね。三角形 PQR のこの面積、PQR の面積を求めて、言ってみればここですね、切った時のこの切り口の面積を求めて、それを積分すればいいだけです。なので、この面積を計算すると、2分の1かける底辺が 1-x の2乗、高さがタンジェント α かけるルート 1-x の2乗ということで、2分の1タンジェント α が出てきて、括弧 1-x の2乗というふうになります。ということで、対称性を考えて、原点、こっち側とこっち側同じですもんね。こっち側とこっち側同じなので、2倍の体積でいいわけです。0から1までの2倍の体積ということで、V は2倍の0から1までの2分の1タンジェント α の 1-x の2乗の dx と、これでいいわけですね。で、定数は全部出してしまいましょう。2分の1と2が相殺されて、タンジェント α だけが外に出て、で、中身積分するんですから、 x-3 分の x の2乗3乗ですかの0から1までということで、3分の2が残るので、3分の2タンジェント α というのが答えになります。これが答えですね、1番。よしですかね。括弧1の答えがこれです。で、括弧2の切り口の面積 A を求めようというのは、切り口の面積というのはどこのことを言ってるのかというと、ここですよね。ここです。切り口のこの面積ですね。ここを求めようって言ってるわけです。今赤く塗ったところですね。その
切り口の面積はどうやって求めるかっていうと、要はそのこの切った切り口のこのところですね、 OQ の長さが、問題になります。この長さが、この長さを積分すればいいことになりますよね。だから OQ というのが関数になるので、OQ を X で表してあげるという話になります。それをマイナス1から1まで積分すればいいわけですね。でこれも対称形になっているので、まあ0から1までの2倍になるわけですけど、これ円ではないからそこは注意してくださいね。こんな風になってて、斜めに切ってるので、まあ1からマイナス1までがこうなってるわけですけど、 OQ の長さというのはこれ斜めってるわけですから、P から OQ じゃなくて、ね、P から Q までですね。 P から Q までの長さはこれは、底面のその PR の長さとは違うわけです。PR より長いわけですよね。だからちょっと上に伸びた形になってるわけです。ということで、この PQ の長さを求めなきゃいけないですね、括弧2番。括弧2番は PQ の長さを求めにかかります。これ、PQ は、この三角形で考えると、コサイン分の PR ですね。コサインアルファ分の PR ですよね。まあ、これコサインアルファの定義について、元に考えると PQ 分の PR なので、それを PQ について解いただけです。というわけでコサインアルファ分のルート 1-x の2乗というふうになります。というわけでこの高さ関数がですね、 PQ の長さがこれでできているので、これを0から1まで積分して2倍すればいいわけですよね。要するにここの面積を求めたいわけですよね。今は切り口の面積ってここの面積ですから、この面積を求めればいいので、 PQ の高さが分かったということなので、 S は2倍の0から1までの、コサイン α 分の、ルート 1-x の2乗の dx と、あとこれ計算すればいいわけですね。で、1-x 2乗は、変換して計算してもいいですけれども、これは半円の、面積を表すわけですよね。これは、この部分の面積を表すということに気をつければ、これは計算しなくて済みますよね。ということで、4分の π です。ここの面積4分の π ですね。ということで、2倍コサイン α 分の2が出てきて、かける、4分の π と。ということで、2コサイン α 分の、π となります。これが答えですね。はい、よろしいですかね。はい、で3番ですね。3番はちょっと難しいかなと思います。これはどこの側面積って、この側面積って言われた場合には、ここ入りませんね。この今求めたところは側面積ではないので入らないです。表面積と側面積の違いに注意してくださいね。側面積はここの部分ですね。この円柱の外側のこの周りの部分です。この周りの部分をどうやって求めるかっていう、そういう問題ですね。で、これはちょっと難しいかなと思います。なんでかっていうと、この、その周りの面積って実質、大学の範囲だからです。まあ一応高校生でも解けるんですけれども、まあちょっと難しいかなと思います。というのは、ここの部分の、面積はどうやって求めたらいいかというと、これ原点からこう角度を θ を取った時の、ここの角度を θ としますよね。つまり角 NOR を θ とします。NOR を POR でもいいですね。POR を θ とするときに、
ここの長さがシータになるんですよ。ここの長さがシータになるんです。で、シータになった時のこの QR の高さがその高さの関数になるわけです。だからシータをそのいわゆるその曲がってる部分を平面にこう書き表させた時に要するにこう展開図を考えた時のシータの関数としてこの高さをシータで表すってことを考えるわけですけど、この高さは、タンジェントアルファかけるルート1マイナス x でしたよね。ここね、ここはタンジェントアルファかけるルート1マイナス x の2乗だったんですけど、ここの点は今ここシータとしていれば、ここの高さは sin になるわけです。なのでこれはタンジェントアルファかける sin アルファになるということです。タンジェントアルファかける sin アルファに等しくなるわけですね。これね。タンジェントアルファかける sin シータということになります。これが高さ QR の関数です。だから軸をこうシータ軸にこう取った時にですね、展開図を考えるとこんなような図になってるわけです。で、シータからこう0からシータまでこう動いた時にシータのところの高さが、これがタンジェントアルファかけるサインシータになるってなかなか気づかないと思います。この関数が高さ関数が f シータだってことですね。この f シータの f シータの意味は QR の長さです。この QR の長さが f シータになっていて、シータだけ進んだところの高さが QR ってことです。この QR の長さは円の弧の長さなんですよね。これは円弧の長さになってるわけです。で、シータだけ行ったところのこの高さがこれになってるわけです。だからこれは、図としてはその円のその側面積を、剥がした時の展開図の図形になってるわけです。だからこの面積を求めればいいということなんです。まあ、結果的にはこの面積が側面積になるということです。ですね。なので、括弧3番は結果的に言うとこの関数を0から π まで積分すればいいので、求める面積 S としましょうか。求める面積 S は0から π までのタンジェント α かける sin θ ですね。sin θ の d θ で、タンジェント α は当然外に出てマイナス cos θの0から π と。ということで、2倍のタンジェント α というのが出てきます。これが答えです。何が難しいかっていうと、この表面積の部分っていうのは実質線積分なんですね。線積分のこのここからここまでの線積分っていうのは、まあちょっと定義が、高校生は知らないと思うんですけど、この線に沿ったこの円の上の面ですね、これに沿った線積分の高さ分のところの積分ですね。で、実質この面は、このパラメータ表示はコサインシータサインシータって書けるわけです。で、こうやって書くと誇張パラメータになるわけですね、シータは。で、その誇張パラメータに対するその高さのこの QR を出すとこういう関数になるわけです。高さがですね。だからこの高さ関数を誇張パラメータに関するこの C 乗の線積分、これを積分を C とした時の C 乗の線積分という形で書けるので、大学での表記になると例えばこんな感じになります。 C の C 乗のタンジェント α サインシータの d シータ ds って書いてもいいですね。シータイコール s なので ds って書いてもいいかなと思いますけど、これで計算したものがその上の側面積になるわけです。
まあ、実数計算は同じですけどね、全く同じですけれども、まあ、表記としてはこんな感じになって、0から π までの、タンジェント α は、かけるコサインシータ d シータ、サインシータ d シータと。サインシータ d シータという形になります。で、これが出てくるというわけですね。で、この考え方はちょっと難しいかなと思います。はい。で、1番ですけれども、これちょっと別解を与えておきたいと思います。これは、大学の範囲になってしまいますけれども、こうですね、こういうふうにその3次元で重積分で考える方法があります。立体的にこう考えたときに、こういう平面を考えればいいんですね。円柱と交わっているところの下の部分の面積というのは、ここの面積というのは体積ですね。体積というのはこの平面ですね。これ、角度 α で上がっているんだとしたら、これは z イコールタンジェント y という、タンジェント αy という、こういう平面です。x 軸方向には全然動いてなくて、 y 軸方向だけ勾配があるという、そういう平面ですね。その平面の、この半円上の重積分で値が出てきます。だから D は、こんな風に設定しておきます。 XY の R の2乗の元で X の2乗たす Y の2乗が1以下で、かつ Y が0以上と、こうなるような範囲という形で D を設定しておきます。で、あとはその z イコールタンジェント αy という平面との、下にできる底の部分の体積ですから、これは重積分で計算ができますよね。ダブルインテグラルの d の、タンジェント αy の dxdy です。これで計算できるんですね。で、この計算方法は半円なので、もう極座標変換ですね。ということで r イコールx イコール r コサインシータは y イコール r サインシータというふうに変数変換して、 r は0から1まで、それからシータは0から π までということになりますね。まあ、ここをイコール入れておきましょうか。そうですね。で、変数変換すると dxdy はヤコビアンによって rdr d シータに、したがってこれは V は0から1までのものと0から π までのタンジェント α の y は r サインシータですね。 r サインシータの dxdy が rdr d シータに変わるので、こんな風に計算ができます。ということで、タンジェント α は全部前に外に出しちゃって、これは類似積分で0から1までの、r の部分は r の2乗 dr ですね。それから0から π までの、sin θ d θ と。ということで、計算すればいいかなと思います。で、あとは、計算するだけですね。タンジェント α をそのまま書いて、3分の1 r の3乗を3分の1 r の3乗の0から1までと、それからマイナスコサインシータの0から π までということで、値が出てきます。タンジェント α、シータじゃなくて α でしたね。タンジェント α は、3分の1それから2ということで、3分の2タンジェント α と。というのが、括弧1の答えでしたね。まあ、わざわざこんな重積分なんか用いる必要ないですけれども、大学1年生の教養の勉強のためにわざわざ出した感じです。重積分は実際にこうやって体積を求めてるんですってことですね。ここの部分の体積、上の部分と下の部分のこの挟まれた部分ですね。この曲線、曲面と下の部分のこの立体の部分の体積を求
求めるのが重積分なので、それについて、解説をいたしました。はい、というわけで、まあ後半結構難しい、公立大学の入試問題ですね、適当なレベルの難易度だと思います。ぜひ参考にしてください。はい、それでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。